ました。改めまして、和田アキ子です。日本放送、柿原忠です。アッコのいい加減に旋回、日本放送の制作でお送りしています。この時間からは、新潟放送でお聞きの皆さんにもお送りします。はい、よろしくお願いします。12時50分頃のクイズ和田オネアのコーナー。早馬に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方は、メールとファックスにはお名前と住所と電話番号もぜひ書いておいてください。ラジコでお聞きの方はぜひラジコで聞いていますと書いてください。受付電話番号は東京 03-3211-3222 です。 03-3211-3222。 ファックスは 0570-021242 0570-021242。 メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com アッコアットマーク 1242.com でお待ちしております。メールファックスいろいろいただいておりますが、はい、これはですね、埼玉市大宮区の乱蔵さんですね、はい、天皇陛下のご成婚は、はい、昭和34年1959年ですね。はあ、1957年前ですか。そうですね、早いですね、計算が。乱蔵さん書いてます、57年前ですと。はい、あこさん、あ、書いてあんの。書いてあります。早く言ってよ、そこまで。いや、ごめんなさい、ごめんなさい、計算したい。やばいなと。アッコさんがお子さんの頃なわけですから、そうです、逆に新鮮な記憶でしょうね。ああ、いや、すごいことだと思いました。そうですね、はい。美智子様のお姿は、はい、新年の皇居でのご挨拶の時、はい、ガラス越しでしか私は拝見したことがありませんが、なるほど、あのお優しい笑顔には本当に心が温かくなりますよね。ねえ、それで私がね、だいぶね、デビューして、あのずっとあの東神奈川六角橋のところ、あのホリファウンダーのお父様のところで、あの下宿してたんですけど、でそっから四ツ谷に引っ越してきて、アパートで、それから、六本木に行くまでに一回五反田の、はい、あの駅のそばの、五反田とは言わないんですけど、池田山っていうところにマンションを、あの借りたんですよ。そしたら美智子皇后の、あのご実家があるところだったんで、よく覗きに行きましたよ。そうですか、うん、あ、ここなんだと思ったら、そう、なんともなしにこう通りかかるみたいな。そうそう、いや、わざわざ見に、わざわざ、はい、そこ行くとなんかほっとして、もうなんか取り壊しかなんかされましたけどね。お子さんからまだ20歳前の頃、いや、20歳過ぎてからですね、あのマンションっていうか借りれるようになった。自分で選んで借りたんですか、寮とか。いや、ちょうどいいっていうんで、なんか寮の時は私は入れてないんですよ。ああ、私のデビューした時は寮がなかったんで、寮もなくて、あのファウンダーのお宅に居候だったんですけど、で山瀬まみとか榊原郁恵とかは寮なんですよ。なるほど、なるほど。でその時は私寮におじちゃんとおばちゃんがいて、はい、あの寮母さんに、ね、寮母さんと、そうそうそう、それでご飯とかも食べれたらしいんですけど、で私が行くとみんなで鍵閉めて出てこない。私が、あ、来たわよって、なんか連絡行ったらしいですね。あこさんが来たとかっつって、鍵閉めなさいお酒飲んで、おいとかって入ってくから、ホリプロのこうなんか創世記と、そして寮ができてからの、まあね、あ、なるほど。いや、懐かしい。なんかそういうことはなんかこう断片的に言われると思い出すもんだね。そういうことですね。池田山、ものすごいやっぱあこさんの中で、うん、美智子皇后というのはそうちょっと特別なというか、なんかもう親近感、なんか顔をこう拝見するだけで、なんかこう言葉がよく分かりませんけれども、優しくなれるの、自分の気持ちが、はあっていう、すごい存在なんですね、うん、私の中ではね、はいはい。これは76歳しげこさんから、はい、この番組の脳トレを楽しみにしていますと。はい、あこさんは脳トレの問題にいつも苦戦しているようですが、はい、生放送中ですから、はい、制限時間があるので、はい、まあ、できないのも仕方ないと思いますと。かつてアコーさんはいろんなクイズ番組で優勝もされてますし、うん、クイズ番組にいたらキャプテンの経験もあるわけですから。あるけど意外に助けられてますからね、みんなね。アコーさんが本気を出せば、はい、脳トレの問題なんて朝飯前です。アコーさんの実力はこんなもんじゃありません。すごいですね。あ、もう全面的にフォローしてますけどね、はい、全面的にフォローってなんだよそれ。失礼だよ。フォローって失礼だよ。全面的にフォローって。いや、でもちょっと待ってください。というのは、はい、生放送のプレッシャーはあると思いますが、制限時間は我々は特別設けてはおりませんので、
ください。それでは続いてこちらのコーナーに参りましょう、はい、週刊和田スト春が来た。今週は熱愛の話題が続いています。まずは6日卓球の福原愛選手の交際が分かりました。お相手は同じ卓球の台湾代表のジャン・ホンジェ選手。年齢は福原愛さんと同じ27歳です。先月の世界選手権団体戦にも出場している実力者です。そんなお二人ですが、もともと国際試合などで顔見知りだったそうですが、交際に発展したのは昨年の春。現在は遠距離恋愛ですが、一部報道では結婚を視野に入れているそうです。翌7日にはフリーアナウンサーの高橋真麻さんの熱愛が報じられました。お相手は一般男性で、真麻さんより1歳上の35歳。真麻さんによりますと、5年くらい前から友達で、去年の年末頃から交際を始めたそうです。すでにお父様の高橋秀樹さんにも紹介済みで、結婚については焦ることなく仲良くしていけばいいんじゃないかなとアドバイスされたそうです。お二人とも結婚という春の訪れが間近です。天のっちパパに。6日キャインの天野博之さんに初めてのお子さん男の子が誕生したことが分かりました。天野さんは2014年に元フリーアナウンサーの女性と結婚。待望の2世誕生に天野さんはブログで、これからはより一層仕事を頑張って、奥さん、息子、そしてウドちゃんをしっかり支えていきたいと思いますと、ウド鈴木さんとのコンビ愛も大事にすることを誓いました。昨日朝の情報番組に出演した天野さんですが、子供を乗せながらもかっこよさを追求した自転車パパチャリの話題には、これでパパチャリ購入しましたって言ったらイメージ上がりそうですねと嬉しそうにコメントしていました。本当におめでとうございます。社長就任。6日 TM レボリューションの西川貴教さんが会社の代表取締役社長を務めることが分かりました。業務内容は西川さんのデビュー20周年関連事業を企画運営し、地域活性化の事業なども行う予定で、当面は西川さんの出身地滋賀県の活性化などに協力していくそうです。さらに特別顧問として昨日 AKB48 を卒業した高橋みなみさん、相談役には経済アナリストの森永卓郎さんが務めることも発表されました。このお二人に決まった理由ですが、高みなさんも森永さんもイニシャルが TM だったからだそうです。その昔西川さんのことを猿1号と呼んでいたアッコさんですが、これからは社長と呼んであげてください。17年ぶり。7日ユーミン松任谷由実さんが日本放送金曜夜10時からのオールナイトニッポンゴールドのレギュラーパーソナリティを務めることが分かりました。ユーミンは1988年から11年間オールナイトニッポンを担当し、歴代女性パーソナリティでは最長記録。その後も不定期の特番限定で10回以上オールナイトニッポンを担当しましたが、今回は17年ぶりのレギュラー復帰となります。ユーミンの出演は毎月1回月1限定で、初回は再来週22日の金曜日、当日はゲストとして新婚ホヤホヤの DAIGO さんが登場。これはユーミンからのリクエストで、 DAIGO さんをテレビで見てその人柄の良さを感じたからだそうです。オールナイトニッポンの歴史に新たな1ページが誕生です。ユーミン17年ぶりですか。はい、会ってないな最近。そうですね、そうですね、3年くらい、2年か3年くらい前の紅白で会ったくらい。昔はユーミンのお家にお邪魔して、でこれがサンルームとかって言われて、キエーと思ったことあるけどね。あ、そうです、サンルームなんだよ。サンルーム付きの家ってすごいね。すごいですね。でなんかあのおにぎりを作ってってくれて、食べたの思い出すな。いや、そんなことあったんですか。いや、でもなんかいいですね、ユーミンとか中島みゆきさんとかのね。そうですね、なんか大人でもない若者でもないっていう、はい、なんか